皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。こわっよし、セクシー、おほほほほ、スリー。マー君さんのコースをやっていきましょう。矢印のところに入るとクリボン君が理不尽な虐待を受けます。虐待？ちょっとこれ通報した方がいいんじゃないですか？ちょっとこれ何もしなくていいのかな。クリボンくん、助けてあげるよ。怖い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 。これはいけー。え、ちょ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 、クリボンくんごめん。ちょっともう一回見てみる。かわいそうに。見た？もう一回見る。ごめんね。もう一回見て。もういいもういい。ごめん、クリボンくん。痛かったね。ごめんね。私が一番ひどいやつだったね、今。もう一回見るとかないよね。性格が出ちゃったかもしれない。なんてやつだ。次は処刑室からの脱出、トゲコンボを食い止める方法。クリア率は 3.6%。 題名がちょっと怖そうですが、大丈夫ですか？処刑室？怖いな。コンボから、ちょっと待って、脱出できるの？これは、え、ドアに入るか？入るのか。わやみんな死んでる。処刑室や、ここは。タイミングよくちょっと叩いてみようか、合わせて。えいっ、ダメか。怖いね、ここ。どういうことでしょうね。あー、できた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 よ。いけるか。おお、クリアできた。嬉しい、喜びの舞。イエーイ。やっぱタイミングか。コインが出てるときは壊れないんだね。はい、次はとっても素直なパワーブロック、矢印の言う通り、93% ですね。矢印の言う通りに、じゃあ行きましょう。めっちゃ書いてあるよ。右右右って。ん？右？お、運んでくれるんだ。ありがとう。買おう。なに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 、今度は左に連れてかれちゃうの。いい子でしたね。素直なパウちゃんでした。次は重なった隠しブロックをうまく叩こう。全部叩けるかな。 46% か。まあこれはじゃあ一発でいっちゃいますか。ん、ここじゃあ叩けばいいのかな。あ、一番まず一回叩いて、で、あ、あにゃ、これでいいのかな。あれ、ない。あにゃ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 ーん。あ、これ左側もさ、右と同じように上から4つ並んでるんだ。ってことは下から叩いちゃダメか。上から斜めに叩いてこう。オッケー、こんな感じだよね。よし、オッケー、鍵4つゲッツ。で、登り詰めていく感じですね。よし、ゴールはもらった。あ、今のとこでクリア。これクリアできる？オッケー。鍵を4つ取ると3アップゴールができるってことか。そういうことですね、マー君。最後に、このように植物が育つには日光が不可欠なのです。なんか理科の授業みたいでございます。光合成ですか？
なになに、眩しいのかな。うわー眩しい。うわーほらすごい、これちょっと右と左をご覧ください的な感じでさ、左は日光が当たって育って、右はもう全然、最後にはヒューってこれ勉強になるね。もう一回見たい見たい。子供か、ほら理科の授業ですよ。わかりやすいな。マー君理科の先生なんじゃない、もしかして絶対そうだよ。マー君、ミジンコはどうやって育つのですか。習ったよね、ミジンコとかね。懐かしいな。はい、今日はマー君さんのコースで遊んでいきました。いやー、やっぱりこういう楽しいコースもリラックスできて癒されますね。鬼畜コースクリアできるとかなりテンションが上がるんですが、まあ、こういうのも大事です。マー君さんありがとうございました。はい、今日の動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。明日は何やろうかな。アスカでした。バイバイ。